じゃあこんにちは、豊さん、はい、今年のゲームの印象でポンポンポンとホームランが出て試合が決まるってなんか多くないですか、セパともに。まあそうだ、まあでも最近の野球の傾向としてホームランで決まるっていうのはセパとも、はい、まあ多いし、あとやっぱこういいピッチャーがいるとやっぱ突発的な事故みたいなホームランが出ないとなかなか点も取れないしな。そうなんですよね。だからそのホームランで逃げ切るという、はい、まあそういう試合も多いよね。多いですよね。あとはあの先日の神宮での DeNA 対ヤクルト戦、はい、まあ出る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 な、すごかったですね。まあ、金曜日の日ね、はい、17本ホームランが生まれたんだけど、はい、あれセリーグだけで17本なんだよ。そうなんですよ。パリーグないんだよ1本。そうなんですよ。だからセリーグはやっぱり出やすいんだろうな、ピッチャーの質という意味では。そうなんでしょうね。そんな中セリーグまだあんまりホームランが出てなくてちょっと大丈夫という球団があります。そうだな、はい、中日。でもその日金曜日、はい、2本出たからね。あ、奇跡的に。そうだ、福永選手とあと石川選手、ね、そうですよね、奇跡的に見て、奇跡的に見て。そうなんです。今あの5月9日現在、はい、中日ホームラン6本。おお中田は1人より少ないな。そうなんですよ。宮崎1人よりも。そうなんです。ちなみに今現在ですよ、ホームランのトップが巨人の32ですね、はい、でヤクルト DeNA の27本、次、はい、いで広島の22本、はい、で阪神の15本で、ちょっと中日だけ置いていかれている6本というところで、これあのシーズンがまあ大体10月の頭までって考えると、この計算でいくとシーズン30本になってしまうっていう。まあ、誰か一人に負けちゃうよね、チームが。ホームラン王より負けてしまって大丈夫でしょうかっていう。まあ確かに石川と福永が打った試合なんかやっぱツーランツーランだったんだけど、はい、そういうのがポンポンと1イニングに2本出てくれると本当に楽だよね。めっちゃ楽。あ、これで決まったと思えるもんね。はい、ホームランの威力っていうのはすごくやっぱ雰囲気も変えるしな、はい、まあ、勝ち越した後だけど、うん、ホームランが出て、まあ、球場がお祭り騒ぎになってっていうね、はい、そうだな、まあ、これからちょっとずつ増えていくと思うよ、中日は。中日は、うん、それと中日はこれから浮上してくると思うよ、ある程度。お、それはそれはなぜ。いや、打てるようになってきてるもんね。 あとはね、だから条件付きなんだけど、はい、まあ、ビシエド、はい、ビシエドが打ったら強くなるわ。うん、まあ、強くなるっていうか上がってくる、楽になってくる、チームの投手陣がね、うん、はい、でビシエドが5月9日現在、はい、タイムリーヒットがなしと、はい、打点がゼロと、うん、まあ1ヶ月ちょっと経って、まあ昨年まで4番とかね打ってたバッターがこういう状態であればやっぱ浮上は難しいけど、うん、バッティングの状態っていうのはね決して悪くはないんだよ。ただ、はい、やっぱそういうところで打ってないっていうのも周りからも言われるだろうし、うん、自分も感じてる。余計にランナーがいるときはプレッシャー感じてるよな、はい、だから1本出たら俺は変わってくると思うよ、ビシエドは。でビシエドが打ってくると楽になるチームが。そうですよね。で1、2番の岡林、大島っていうのはいいしね、はい、で細川も頑張ってるし、まあ、石川も4番として成長をね徐々にしてるし、でここでビシエドがこう全部救ってくれたらさ丸く収まるんだけどな。そうなんですよね、まあ、その後木下もいればさ、はい、福永選手もいますし、だからこれ打線がつながっていくはずなんだけどね。そうなんですよ。だからビシエドがせき止めてるんだよ、ダムみたいに。早く開けてほしいですよね、門を。いやだからビシエド待ちかなっていうような気はするけどね。そのビシエド選手があの例えば詰まった当たりとか差し込まれとか、あと外のボールを振りに行っちゃったりとか、うん、なんか空回りしちゃってるんですか、ね、あ、まあでもね、まあ、そこら辺もボールはしっかり見たりだとかするようにもなってきてるしね、うん、でヒットも出るようにはなってきてるから、はい、まあ1年間やって出ないはずがないよ、タイムリーヒットが、うん、1年間タイムリーヒット、ね、打点ゼロでしたみたいなやつはいないわけだから、はい、だけど、まあ、早く欲しいけど、うん、やっぱりね、ここら辺は扱い方だよ、うん、お前が打たないから勝てないだろうとかいうような感じで言うと、やっぱりまたプレッシャーがあるし、うん、だからまあ1年間やってゼロっていうことはまずないから、うん、1本出たら咳を切ったように出るから、うん、ね、だからそこまでお前は辛抱強く頑張れって乗せて乗せて乗せてます、うん。
そしたら打ち出したら俺は本当に席を切ったようにタイムリーが出てくると思う、うん、プラスそのホームランの数っていうのも、まあ、ビシエド選手調子上がってくれば、まあそうだね、徐々に増えてはきますよ ね、 だからまあ岡林とか大島、うん、まあ、大島の盗塁数は減ったけども、うん、まあ、岡林が出て、まあ、走る得点圏に行く、ただ誰かが返せるようになってくるよ、うん、で細川がまだホームランゼロだけども、はい、細川ももう少し慣れてくるとホームランが出だすよ、うん、だからまあもうちょっと待ちだな。でもチームは状態的には上がってきてる。おお、いい兆しがあるんですね。そうそう、あとは柳が勝てるかどうかだね。いや、そうなんですよね。そうそうそう、やっぱり柳に勝たしてやらなきゃいけない、高橋宏斗に勝たしてやらなきゃいけない、うん、小笠原を見殺しにしちゃいけない、はい、まあ、この3点だな。そうですね、ピッチャーは、ピッチャーで、まあ、大野雄大投手がねクリーニング手術したので、うん、また帰ってきていつぐらいからいけるのかっていうところを、うん、まあそのいない子をね、うん、もう期待しててもしょうがないし、はい、だからまあ確実に小笠原なんかゲームをしっかり作る、うん、高橋宏斗は圧倒していくのに勝てない、ね、で柳はもう熱湯してるけど、その味方が気持ちに追いついていかないんですよ、ね、追いついていかないし水をかけちゃうみたいなエラーとかでね、はい、だからその3枚が勝ち出すと打てるようになってくるよ、うん、そうなってくると上行くよ。おお、うん、アルモンテアキーノ選手は加入しましたけど、もうアキーノのこと考える暇がない。もういい、もういやいや、ビシエドが打ったらいらないから、まあそうなんですよね。そうそうそう、要は、うん、だビシエドの刺激だから。そういうことです、ね、で余裕が出たらアキーノ上げてくれる、交流戦で、はい、もうブル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 振るかもわからないけども、はい、まあやっぱ守備も悪いしな、エラーがね。そうなんですよね、ポロッとする癖は向こうでやってる時からあったけどね、はい、まあでも打てないポロッとするではやっぱ使い道にならないしね。そうですよね、うん、まあ、投手陣もピッチャーは防御率が阪神に次いで2位なんだよね。はい、 2.62、うん、悪くないですよ。阪神が 2.60 なんだ。はい、阪神は湧いて出てくるなって言うけど、うん、ね、中日の投手陣も頑張ってるの。あ、そうですよね、うん、ほらあのバンテリンではね、はい、どんどん行くよ、ホームランならないの。確かにそうですね、投手でも防御率が2位だし、打率でいうと1位 DeNA が2割6分4厘なんですけど、うん、2位が中日で2割4分7厘なんで、うん、防御率も打率も2位なんですよ、うん、なのに最下位。だから得点力だよね、勝負弱さ。まあ、いわゆる繋がらないってことだね。そうだね、だからこれから繋がってくると思う。うん、俺はそう見てるけどね、うん、だから最下位に沈んでるけど、はい、これは順位を上げてくる可能性がある。あ、ここからここから。あと盗塁なんですけど、まあ、今ヤクルト24でトップ、次が阪神の15 で DeNA と並んで中日が7個、うん、まあ、巨人がワーストの4なんですけど、この7っていうのはもっと増えてこないと、もっと増えてくるって。あ、これからだってさ、1点差ゲームで、はい、ね、ちま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 やってんのにゲームを、うん、走ったらもったいなくて走らせられないよアウトレできる。そうそう、でもやっぱりね、ある程度点差が2点3点空いてくる、攻撃的にもっといけるよ、うん、そうしたら増えてくる。うん、だからまあ今の状況で盗塁バンバン成功させたらこんな位置にいない。まあそうですよね、もっと上の位置にはいってます。だけどなんていうんだろう、まあビシエド次第だよ、本当に頼むビシエドみたいな感じだよ。そうですね、うん、なんとかね交流戦までに復調してきてくれるといいんですけどね、ビシエドが。交流戦、まあそれまでにはもう打点も上げてるだろうし、頼りになれるようになってくると思う。これあのビシエドが調子戻ってくれば、ビシエド4番に戻すって。いやいや、石川でいい。あ、もうここは5番でいいですか。いや、5番でいい。もう石川はもう日本人の4番としてね、はい、お、まあ、各チーム見てみろ、4番を外国人に任せるのは広島だけだから。そうですね、マクブルーム。そうそうそう、武田、岡本、村上、はい、牧、石川、大山、はい、だからもうね、4番っていうのはやっぱこう外国人じゃなくていいよ、もう日本人 で、うん、で石川っていうのは中日からいなくならないから、はい、まあ、FA 取ったら分かんないよ、まあ、FA 取ったら分かんないけども、ね、うん、中日は石川が4番で対面張るようにならないと、相手のチームに。それがいいんです、ね、それがいいと思う。じゃあ豊さん、その中日のベストのこれ組めれば浮上していくよっていう打順を豊さんなりにちょっと上げていって、まあ、だから今のところで言えば、はい、岡林、大島、うんうん、で細川、石川、はい、ビシエド、はい、で福永、木下。あ、福永選手、木下選手。いや、木下、福永でもいいけど、はい、そのまま状態で変えればいいだけの話で、うんうん、で田中がいたら田中がな、田中美希也選手。いや、これは本当は構想と
したら岡林田中の一塁番を組みたかったんだよね、うん、それはその足でっていうところだったんだ。そうそうそう、で岡林左、田中右で大島、あ、ここで大島選手なんですね、うん、俺はこの3枚が走れるんだ。確かに、うん、で石川、はい、細川、ビシエドって言ったら厚みがものすごく出てくる。ビシエド6で鬼に細川選手、今の状態であればね、はい、それは状態によって変えてもいいけど、はい、まあ、そういうことでいけば田中の怪我っていうのは大きいかな、構想的にはね。でもそれができれば機動力と攻撃力っていうのが合わさりますよね。そうそう、そしたら得点力もアップしてくると思う。本当は中日は投手陣がいいだけに上に来る可能性がある、はい、もちろん十分 A クラスっていう可能性もね。だって中継ぎ、あのマルティネス、はい、打てねえぞお前打てない、打てない、半端ないからあそこから投げ下ろすんですもんねあそこからってお前3メートルぐらい感じてるよな多分バッターってそのぐらいの感じ方ですか。いや感じるよ、こんなになって打ってんじゃないかみたいな思うよ ね、 ね、あれから158とか投げるんだから、はい、出ないですね、出ないよあそこまで行ったら。そうですね、でもあそこは祖父江がいたりだとか、はい、まあ、福が復活したりだとか、うん、そうですね、まあ、田島がいいよね今年ね、はい、あとまあ勝野投手もいたりとか、まあ、そうだね、だからそういうところのやりくりっていうのは、うん、立浪監督がうまくやってるから、うん、だから勝ちゲームに持っていったらそんなに失敗することはないと思う、はい、だそれだけに得点は何点取ればいいんだって言ったら4点取ったら勝てる、うん、そうですね、呼んでほしいですね。4点満塁ホームラン1本で終わりじゃないか、お前いや出ないんだよ、ホームランが出ないんだ よ、 ですよ。だからツーランツーランでいいじゃん、ね、あのホームランが出ないそうですよね、だから足を絡めるとかね、うーん、チームの目標として、はい、もうとにかく4点取ろう、うん、ね、どんなことがあっても。だから中日の場合はもうとにかく初回は強行だじゃなくて、とりあえず得点圏に置くのが一番いいと思う、確実に確実に、はい、でそういう機会っていうのは大体ね、先頭バッターが出ると3回ぐらいあるから、3分の1は、はい、機会が、うん、そ、 そこで2本ヒットが続けば2点取れるわけよ、はい、だからもうとにかく送った方がいい。スモールベースボールをやるのは中日だよ。そうですね、で絶対そう、で特にバンテリンではね、はい、強行なんかありえない、もうヒッティングじゃなくて、ね、ありえない、ありえない、もう確実に送る、確実でいいよ、うん、で4点取って負けたら仕方ないよ、うん、うちの投手陣たちが4点5点取られたっていうことだから、これはもうしょうがない、相手の方が上だったなって諦めつくけど、はい、強行で行ってまた完封されたなんじゃ、じゃあさ何の抵抗もしてないのと一緒だから、うん、だからまあそういうプランっていうのがね、組み立てた方がいいな。そうですね、でバンテリンではね、はい、横浜スタジアムは別よ、は、うん、うちに強行に行かなきゃいけない。これはなぜかというと、はい、相手のバッターたちも優秀なバッターが多いから、バンテリンっていうのはね、優秀を優秀じゃなくす球場なんだよ、はい、広いから、うん、だからそういう競り合いの試合をやらなきゃいけない。でもこれが横浜スタジアム行くと打ち合いになる可能性がある、うん、そしたらバントやってる暇ないんだよ、やっぱ大量点を狙って攻撃をしていかなきゃいけない。だから球場の特性によって、うん、相手によって変えていかないとね。そうですね、いつもいつも強行じゃさ、これ話にならないし。そうですよね、うん、で甲子園もホームランの出にくい球場だから、うん、相手もそんなに甲子園ではあんまり打ってない、うん、ホームランをね、出にくい球場だからもうスモールベースボールをやる、うん、だから大体分かってるんだよ、スモールベースボールをやる球場っていうのはバンテリンと甲子園、あとは打ち合いになるから大体。そうですね、うん、ホームラン出てますもんね、うん、だからそういった意味ではそういうプランをね、しっかり立てて、うん、そういうふうに賞賛を与えるミーティングをして持っていくという、うん、今日はバンテリンだからね、バントで行くぞ、うん、はい、よし、バントが決まったら8割方勝てる、うん、そういう賞賛を与えとかないと。そうです ね、まあ、頑張ってほしいな。中日は絶対上に行った、ここから浮上していく、ビシエドが打っちゃうな。そうですね、はい、はい。